今日は緊急速報大スクープが入りましたので動画本編の前に先にお伝えしたいと思います当チャンネル宛に常に情報提供をしてくださっている尾畑さんからのスクープです尾畑さんが今回発見したのはテロップについて NHK が出したことを完全に否定していた速報テロップが実は出されていたことがわかる本があったというものです 日本航空123便墜落事故において報道の面でも最も不可解とされてきた事象それは以前より田中氏が指摘していたテレビでの第一報は18時50分台と19時過ぎの速報テロップであるはずなのにその速報テロップがなかったことにされ19時26分の NHK ニュース松平アナの「日光ジャンボ機がレーダーから消えた」というアナウンスがなぜかテレビで最初の報告とされているというものです。 NHK を含めた民放各局は口裏合わせをし、嘘をついている。と、これまで各局に問い合わせを行ってきた田中さんはずっと言ってきました。あの時、即応テロップが出されているはずなのに、なぜか記録から消されている。しかし、この主張に対して、絶対にテロップは出ていない。と反論コメントで私の活動を妨害し、脅し入れようとする人物たち。また、 妨害活動するその人物たちの言うことを鵜呑みにしてしまった動画投稿者が複数いますが長らく波紋が起きていたその論争に今回終止符を打つことになると思いますそれでは即応テロップが出たことを裏付ける証拠となる回顧録がこちらです放送では字幕で一報を伝えた後19時ニュースの中で伝えましたご覧のように その情報、本当ですかという本を書かれた当時 NHK ディレクター塚田博之さんはこれまで情報の発信源とされていた g 通信のフラッシュ情報よりも早い18時台の段階で NHK は情報をつかみさらには19時26分松平アナが報じる前にテロップを出していたと書いているのですこれはもう NHK が何かを隠蔽するために 即応テロップの存在を隠してきたと見て確かなのではないでしょうか NHK は羽田空港にいた自社の記者の存在もなかったことにするなど当日から怪しい動きがあったことが先日の動画により明確になってきています一説には123便の異常発生直後に対処するためにスクランブル発進していた自衛隊戦闘機の存在を隠すために 報道を後ろにずらすす目的があったのではないいかとも言われていますつまり123便の異常発生後に関係機関が感知していなかったという空白の時間を作らなければならなかったということですさあどうでしょうまた一つ事故原因解明に近づいたのではないでしょうか以上小畑亮介さんから提供していただいたスクープ情報でしたそれでは先週の続き 動画本編をご覧ください <music> こんにちは渡辺健太郎動画のお時間です現在私は日光喫略事故の真相を解明するべく動画を作成しておりますが前回まではいよいよ横田鉱石の真相に迫るべく詳細な地図や詳細な鉱石を提示しましたが 今回の動画は難解な内容にもかかわらず、使用する用語に対してや内容自体において説明が不足しているところがあることに対してあらかじめご了承ください。また、動画中各種の図、イラスト等を使用しておりますが、極力精度よくを心がけているものの、一定の誤差等が含まれることをご承知おきください。続いてお願い。え調査に注力いたしましたが、 現在では変わってしまっていることも多くあり、また内容も複雑で専門的であることから、明らかに間違った見解としている箇所が含まれる可能性があります。これについて間違いにお気づきになられましたときはご指摘いただけますと幸いです。本編に入る前にもう一点。この飛行経路図、多くの方が目にし、数々の考察の元となった図ですが、略図、 とあるように制度においては相応のものであると思われます縮尺上仕方のない面もあるでしょうそのような功績図ではありますがどのように作成されたのかとなりますと報告書にはこのように書かれています DFDR による推定飛行経路事故機は各地のレーダーによって追跡されたが18時48分過ぎから 山岳方面に差し掛かるとともに高度が低下し山鍵やマルチパスの影響によってレーダーエ行が低下あるいは乱れ鉱石測定精度が著しく低下した中略不明確な飛行経路を確定するためエラーを修復した DFDR 記録をもとに飛行経路推定を行ったとなればですが基本はレーダー鉱石で 18時48分以降の参観部入りして、後は DFDR 記録も併用することで、あの功績図としたものと思われます。最高精度の功績。ただですが、それに続き、なお、18時40分30秒頃から18時44分にかけての旋回についても、レーダー功績を補正する目的で DFDR による飛行経路推定を行い、 レーダー鉱石の参考資料とした。とも書かれているんですね。そうなるとですが、あの大月旋回の区間は、しっかりと補足されていたとされるレーダーの鉱石と、DFDR 記録による鉱石を合わせることで、導き出させた最高精度の鉱石であるだろうと考えられます。よく耳にする言葉で、DFDR 記録の改ざんはできない。 フライトレコーダー記録の改ざんはできないということですね。というのがありますが、それが正しいのであれば、この大月での逆三角形の変則的な旋回は、あの功績通りであり、確固たる信頼性を持って功績の検証に使用可能だと判断すべきでしょう。さて、前回の動画では、ザマポイントとなる言葉が出てきました。そもそもそれは何のことで、 一体どこを指すのかといった疑問が出てきます。その話をする前に日航機と小松便それぞれどのように飛行したのかを図にはしてみましたが操縦困難だったであろう123便はともかく小松便においては何のしがらみもなく思ったように飛行することはできないという現実があり簡単に紙の上に都合よく線を引くわけにはいかないのです。柳 ハミングバーーードディパーチャーここからの内容感性や運航に関係するような部分は相当にお詳しい方が多数いらっしゃるようですから詳細はそちらに譲ることとしまして説明はごく簡単なものにさせていただきます離陸の際にはあらかじめ定められた〇〇ディパーチャーといったような名称の出発経路やウェイポイントを通り上昇していき 決められた航空路を通って目的地へと飛行機を向かってい,きますいわば見えなき道があってルールに従ってそこを通行することで衝突事故とならぬようになっているといったようなイメージでしょうかヤナグディパーチャー、チャ航空路図気象条件によって使用する滑走路は変わりますが一例ではこのようにウェイポイントを通過してゆき Y28 という 航空路で西日本へと向かうようです。ザマポイント、ザマディパーチャー。そういった出発方式の一つに、離陸後、木更津を経由し、北西へと向かうザマディパーチャーというものがあったのですが、それの行き着く先がザマポイントなのです。地図で確認しますと、ここです。ちなみに場所としては、赤丸が横田、白丸が大月になります。 相模総合補給省中、相模原ではない地図を見てもわかりにくいので、ウィキペディアで相模総合補給省の項目をご確認くださいザマ6ディパーチャーなので利用されていたとありますそして重要なのは所在がザマ市ではなく相模原市であるというところでしょう無指向性無線標識 興味のある方はこちらも併せてご覧ください。NTB の装置が相模総合補給省の中のどこに位置していたかまでは分かりませんでしたが鉱石について検証する際広域の地図を使用するのであればザマポイントは JR 相模原駅その東9キロ地点は地名の鶴川として扱っても大筋に影響はないでしょう。 羽田空港、ザマの地図。位置関係としてはこのようになっていてオレンジ色の範囲が座間市赤色の箇所が座間キャンプで座間市と相模原市にまたがるように位置していますちなみにキャスナー NDB はその北端付近にあるようですさてですが23日版の新聞記事には座間市上空を2万フィートで通過するため上昇中とありました ですのでザマポイント東9キロ地点からザマ市上空を通過しようとすると南西方向に飛行することになってしまうのです。発見地点。こうなるとですが16日版のザマポイント東9キロ地点と23日版のザマの東9キロの上空というのは全く別の位置を示していると考えざるを得ません。発見地点。 この2つは別の地点では23日版における座間の東9キロとはどこなのでしょう一旦市役所の位置を起点として東9キロを確認してみましたそこには「保土ヶ谷カントリークラブ」というゴルフ場があるようですそのゴルフ場の中心あたりですがウェイポイントの柳の位置でもあるようです 9キロには若干足りませんが、起点自体が明確なものではありませんので、ここではこの地点をザマの東9キロ地点とすることにして考察を進めることにします。位置関係を確認しますと、このようになります。このヤナグ、主に西日本方面へ航空路の起点となっているウェイポイントで、お詳しい方にとってはおなじみなのかもしれません。それではまず、 16日版の経路を考えてみます先に出ましたザマディパーチャー方式でザマポイントに向かったとしますと123便を発見した位置がザマポイントの東ではなく東南東となってしまいますまた木更津を経由しますので時間も相応にかかり18時半過ぎでの発見は困難となるようにも思いますのでこのような経路でなかった可能性が高いものと思われます 次に、離陸直後に、ハミングバードディパーチャーで見られるほどの小さな半径の旋回をして、ザマポイントへ向かった場合はどうでしょう。離陸して、どちらに旋回するかは新聞記事に記載はありませんので、右旋回、左旋回はどちらでも問題とはなりません。距離的には、ザマポイントへは最短距離になると考えられ、ザマポイント、東9キロ地点の鶴川付近までは、 4分間程度での到着が見込めますただですがそうしますと上昇率的に厳しいだろうことと実際にそういったコースを通るディパーチャーが設定されていたのかどうかといったところが問題となってきます現実的なのは蒲田にあるウェイポイントを通過してザマポイントへと向かう出発経路でしょうかこちらですと5分程度で鶴川到達となると思われます 現在でも設定があるであろう八王子付近へと向かうリトラディパーチャーと蒲田のウェイポイントまで同じところを飛んだとすればザマポイント到達時には飛行高度1万5000フィートほどとなる上昇具合となるものと思われ現実味が高く感じられると同時に123便発見時の飛行高度も1万3000フィートざっくりと4000メートル程度であったとなる可能性も出てくるかもしれません これまで出た3つのうちでは最有力候補となるでしょう。では、16日版について23日版について確認してみましょう。先ほど出ました柳グディパーチャー方式で飛行したとすれば、図のように飛行したようになると考えられます。距離からすれば、推定7分内外で柳グに到着するような感じかと思われます。飛行コース自体は無理なところも感じられず、 ごく自然なものでしょう。ここで一旦16日版と23日版の有力経路を並べてみます経路自体の違いは見ての通り一旦それぞれ東9キロ地点まで到達してしまえばおよそ1 0キロの距離を隔ててどちらも西の方角へと進みますその他大きな違いというのは東9キロ地点への到着時刻となるでしょう16日版だと 捉え方次第というところは出てきますが18時半過ぎ23日版だと記載こそないもののデータなどから推測される18時40分となるはずです確かにこれら2つに差はありはしますがどちらであっても大月方向に飛行することに違いがなくザマポイントと地名のザマとの勘違いを後になって正したのが23日版ではないかと推測できそうではあります そうではありますが、簡単にそうするわけにはいかないのです。一つは、柳江の到達時刻で、離陸後10分かけての到着で、18時40分でなければならず、このコースを通って7分内外で着いたのでは早すぎるのです。もう一つ、離陸後の旋回方向で、23日版には、東京湾に出て左に旋回となっていましたので、 そのような旋回とはならない柳ディパーチャーではダメなのです。左旋回した上で10分かけて柳へのディパーチャーの設定があったか、もしくは当日の小松便が実際にそのようになる飛行をしたことが確認できない限りは、すんなりと23日版を認めるようにはなりません。このように考えてきた結果、現実としての123便と小松便の飛行コースは このののででであっったたはないかと思うに至ったのです見え始めた時刻そうしますと見え始めた時刻つまり18時半過ぎというのがいつなのかという点は問題となってきますがその時刻が18時34分から35分であって図に示すような飛行コースであったのであれば16日版の内容は矛盾することもなく成立するでしょう。 23日版は違和感多数比較すれば16日版の方が現実味が高く感じられる一方23日版を成立させるためには離陸後左旋回し18時40分に柳到達となる出発経路が必要23日版通りとなる出発経路は設定されていたか当日実際にそのような飛行であったことが確認できないようであれば現実としては16日版に準じた 小松便の飛行で123便は目撃に合致、こうする経路を飛んだものと考える。といったところが渡辺健太郎の現段階での結論です。妙に具体すぎる感のあった23日版、西日本方面行きの際の通過ポイントとなる柳を北陸方面行きとなる小松便が通るものなのか。また、やや左下がり。 南南西方向への飛行となる航空路沿いの飛行とならずほぼ真西に飛行していたのかといったようなところがやはり気になります。先に図を書いてそれに合うように証言をまとめたかのように感じられるのはやはり私だけでしょうか。微修正の必要はあるのでしょうがこのような 功績と十六日版の小松木便器長の証言の組み合わせが真相ではないかとの思いはさらに高まることになりました。少々私の推測を述べさせていただきます。どうして一度出された記事が訂正されるに至ったのか。それは一体誰の思惑なのか。単純に新聞記者が記事にする際、ザマポイントがザマキャンプ付近にあると勘違いして作成した記事に掲載したものの、 ザマポイントが相模原に位置することに後で気づきそれの訂正を行ったものが出し直された記事であったというようなことであれば納得もできるのですが現在はは位置関係が逆ですので、ですす。ののそようななこともないはずです誰の思惑かはわからないのですが小松便機長が目撃したことを利用し大月旋回があったと印象づけようとし そのために目撃時刻が18時40分から43分となるように小松便の経路を調整したということであれば23日の記事も差もありなんということになるのかもしれません協力のお願いここで視聴者の皆様にお願いです当日もしくは当時の小松便に関する情報をお持ちの方また横田基地あたりの地点から 4のように北陸方向へと向かう航空路の設定はあったと思われますが同じような方向へ柳から向かう5のような航空路が存在したかどうかご存知の方いらっしゃいましたら情報をお寄せください。よろししくお願いします。